た大森を殺せ。俺の記念にこの世で一番なりたくないものだ。誰があなたをやったんですか。神指だ。豚コウモリとして作ったんですか。いや、もともとはそうじゃなかった。だがどういうわけか姿を変えられてしまった。どうやって。オデッセウスに聞いてくれ。変えられてしまったのか、それとも自分で変わったのか。自分で元の姿に戻ることはできないんですか。いや、できないと思う。そんな力はない。殺してくれれば元に戻れるかも。それで地獄で生きるんだ。神託の言う通り。あの神託はサールズやってるエロ坊主が書いたんだ。そんなことは知ってるだろ。ああ、知ってると。だが俺は地獄で自分自身として生きる方が天国で豚コウモリとして生きるよりマシだ。豚コウモリって天国に入れてもらえないんだよね。まだ分からんのか。このクソホモ野郎め、天国なんかないんだよ。自分で言ってること信じてないでしょ。豚コウモリとして神を崇めることなんてできますか。いいが、今俺が崇めているのは自分だ。それならもうお前は地獄にいるんだな。正解だ。だが何が言えるか。ああ、地獄に住む者は皆自分を崇める。だからこいつはここにいるんだ。で、お前はどこにいるんだ。ど真ん中。やってくれるか。ネットレムス。嫌だ。お前は。今度の金曜日。木曜日にしてくれないか。分かった。結局俺の質問に答えてくれなかったな。俺は何なんだ。今度の木曜日に教えてやるよ。この島に着いた最初の日、俺は岩の上で座りながら腐りつつあった。毎分毎分俺は昼とともに苦しんだ。次の一分を逃るために秘密の計略を練りながら耐えられないと俺は思った。だが不幸にも耐えられることを発見した。不幸にも耐えられるものだったんだ。死ぬと思ったが死なないことが俺には分かった。俺にふさわしい苦痛をとことん